皆さんおはようございます。あれだけ昨日ライブで息巻いておきながら寝坊したクズオでございます。本日 FA 解禁いろいろ動きがありました。現在ですね、10時40分に撮っておりますので、まあ別に FA 解禁って言って締め日みたいなのはないんで、これから動く可能性もあるんですけど、現在日本時間4月1日10時40分時点での情報だと思っててください。また全チームの動きってのは夜に改めて動画を出そうと思っております。この動画では、まあレイカーズがね、非常にいい補強したっていうのと、他チームで狂ってるやつ何人かピックアップしてきました。あと注意してほしいのが FA で取ったっていうのも、もしかしたら今後再トレになる可能性とかもあります。だから本当にくどいようなんですけど、本日の10時40分ぐらいまでの情報なんで、更新があればそこはコメントで優しく教えてください。どの道夜の動画で訂正はしようと思ってます。じゃあね、早速レイカーズからなんですけど、八村塁3年51ミリオンでレイカーズ残留ウィー、よくやった、マジで。これはしかも皆さん、ドンピシャ適正金額ですよ。1年だいたい15ミリオンくらいで、ちょっと上がってく感じだから、最終年17とかかな。いやはや素晴らしいですね。高くもないし安くもないから、8枚取ってもね、お金は稼げるチャンスをレイカーズは与えてあげられてるんで、いやもうベストムーブですね。加えて僕が望んでいた、まあ皆さん動画見てる方だったらわかるかもしれません、ゲイブ・ヴィンセント、レイカーズに来ました。ういふう、天才ペルインカ神抱いてくれ。まあまあまあ、プレイオフからね、ちょっと黄色と紫、あれもう来ちゃってるかなぐらいには、レイカーズの選手にもう慣れそうな準備はしてましたからね。しかも値段がね、3年33ミリオン、1年約10ミリオン、11ミリオンぐらいってとこで、相場ですね、これも。どうしたレイカーズ、なんか安定ムーブしてない？いや、めちゃめちゃいいよ。もうここまで全く文句がない。ただ、その代わりといっては何なんですけど、シュルーダーがね、2年26ミリオンでラプターズに移籍しました。まあ、これはしゃあない。てか、ラプターズめっちゃ出したね。ちょっとめっちゃ出したくない？シュルーダー5ミリオンくらいだと思ってたよ、1年。13ミリオン。まあもうここまでお金積まれたら正直レイカーズ何もできることはないんで、いやまあシュルーダーありがとうございました。そんだけ金もらえるんだったらラプターズで暴れてください。そしてね、もう来年は3ガードラインナップ組まなくてよくなりそうだな。頼れるウィングが2人も来てくれました。まずはトーリアン・プリンス、ウルブズの方から1年 4.5 ミリオンでレイカーズに来てくれました。ウェルカムロサンゼルスレイカーズ。いや、いい、安い、いいね。まあまあまあ、控えですし、スモールフォワード、シューティングガードもちょっとできるかな。なんならね、ちょっといなくなったトロイ・ブラウン・ジュニアさんの上位互換みたいな選手なんで期待していきましょう。あ、トロイさん、ウルブズに行きました。なんかここトレード見たくなったね。そして、そして、八村塁同期2019年ドラフト、キャム・レディッシュが、なんと2年ミニマムくらいかな。4ミリオンくらいでレイカーズにいらっしゃってくれました。安い。安いね。うん。早い、うまい、安いね、これは。覚えてる方いますかね？僕ね、昨シーズンのトレードデッドラインで、いや、ルイよりは、レディッシュの方が欲しかったみたいな、ちょっと嫌なこと言ってたんですけど、あ、なんか両方取れちゃいましたね。うん。俺ちょっとレイカーズのフロント今から加わってくるわ。やっぱ俺先見の目あるわ。まあ、ちょっとね、パワーフォワード、スモールフォワードでここまで3人取っちゃってるんで、ちょっとウィング型かなって思うかもしんないんですけど、いや、去年のガード型よりだいぶマシですし、レディッシュに関しては2年残せるんで、まあ、長めに、ローテ外でもいいから育てていきたいって感じですね。はい、ここまで現時点でのレイカーズの動きでした。いや、完璧に近いのではないか。高い契約もそこまで出してないし、で、安めに集められてるし、あとね、まあ名前出てないから皆さんお気づきかもしれないですけど、オースティン・リーブスはこの時点で契約がまだ決まっておりません。マジで残ってほしいけど、レイカーズがマックスで出せるのが大体1年12ミリオンくらいなんで、マジで本当にそれくらいで残ってほしい。まだそのくらいの金はレイカーズ余っておりますが、ゲイブ・ヴィンセントをちょっと取っちゃったんで、もしかしたらディーローは放出かもしれないですね。まだ安ければ残せる状態ではあるんですけど、他チームからオファーがあった場合はそっちに行かれそうな気がしてます。で、あと、レイカーズ的に欲しいのは、センターをまだ取れてないんですよ。なんで、ブルック・ロペスとかまでまだ契約が決まってないんで、取りに行きたいんですが、果たしてどれくらい安くいけるのかってところは注目だと思いますね。あと、センターで残ってんのが、ドワイト・パウエルとか、メイソン・プラムにトーマス・ブライアントあたりかな、上の方は。ケビン・ラブとかは取られちゃいましたね、ヒートに。まあ、ビヨンボとかも厳しいかな。まあ、なので、ここセンター安くていいんで、リムプロテクトタイプが一人取れれば完璧ですね。あとはもう一人だけ、ペリメーターディフェンダーが欲しいかな。シューティングガード寄りの選手が欲しい。ポイントガードも渋滞してるし、さっき言ったスモールフォワードパワーフォワードも取ったんで、シューティングガードが一人欲しいんですけど、なんかディロン・ブルックスとレイカーズが面談するらしいですね。はい、調子乗んなよ、マジで。5ミリオンくらいしか出さないからな。あとはね、サイブルも確か決まってないはず。あーで、ロニー・ウォーカーはね、決まってないけど、多分レイカーズ残んなそうだな、この感じでいくと。なので、シューティングガードのディフェンダータイプの選手がもう取れれば完璧です。そしてなんですが、まあ、日本人で気になるところで言うと、渡辺裕太がほぼサンズらしいですね。すいません、
この時点だと契約内容分かってなくて、おそらくミニマムだと思うんですけど、渡辺裕太サンズが濃厚とのことです。いやーミニマムだったらちょっとなーと思っちゃうけどな。もうサンズだとミニマムしか出してあげらんないんだよな。まあまあまあ続報を待ちましょう。でちょっとここからはね、狂った契約をちょっとピックアップしてくんだけど、フレッド・バンブリード3年130ミリオンでロケッツに移籍。もうアホちゃうこれは。おい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 、なんか2年約80ミリオンの噂はあったけど超えてきたね。もう1年プラスしてきたね。1年40ミリオンくらいか。やばこれ。まあね、ロケッツはね結構ルーキースキルの選手ばっかだったんで、どっかで大きめのサラリーの選手抱えといて、でこれ3年なんで、もしかしたら最終年 POTO ついてるかもしれないんで、2年間待った上で最終年にね育ちきったジェイレン・グリーンとか、今年だったエメン・トンプソンとか、我らがウィットマーが育った状態でバンブリード放出してアセットに変えるみたいな動きがあるのはまだ見えてきますね。まあそれにしても払いすぎで、ごめんなさい、間違ってたら申し訳ないんですけど、カイリー・アービンが3年126ミリオンでマブス残留っぽいですね。いやここは安定ムーブですね。サンズ行ったりとか他チームにメンヘラ発揮していかないってことがあって、しかもマブス的にもスーパーマックスじゃなくなったんで、いやここはいいムーブだと思います。もうカイリーも年ですからね、5年とかあげようもんだったらちょっと積んでた可能性はあるんで、めちゃめちゃいいんじゃないですかね。でジェームズ・ハーデンは決まってないですね。トレード濃厚と言われているんですけど、これどことトレードするかなんだよな。既存の FA じゃない選手の普通のトレードか再トレになる可能性もあるんで、ここは注目ですね。なんか昨日の段階での噂はポール・ジョージとのトレードみたいとかもあったけども、それはねやばい。まあいいよ、楽しいから起きてはいいけど。であとむっちゃ高騰したなっていうのは、マックス・スルースが4年64ミリオンでキャブスに決まりましたね。いや高いね、これはめちゃめちゃ高騰しましたね。おそらくかねてから噂があったペイサーズとのマネーゲームでキャブスがふっかけて勝ったっていう感じなんかな。いや高えな、ちょっとベルタン契約集がするの僕だけですかね。クリス・ミドルトンは3年102ミリオンでバックスに残留。まあまあちょっと高い気はするけど、3年だったらいいんじゃないですかね、相場ではあると思います。でカイル・クズマ、まあ僕のクーズから取ってるんですけど、4年102ミリオンでウィザーズ残留か。いやこれ、いやこれウィザーズや、ほんとどっちに行きたいんか本当に。いや、わかるよ。わかるわかる。その、今のウィザーズだったら、ビールいなくなったから、プールとクズまでダブルエースみたいなの目指せるけど、でもそれだとさ、ちょっと中途半端に勝っちゃいそうかつ、プレインいけるくらいに収まりそうだから、結局中途半端状態卒業できてないやん。あーやばいやばい、こんなこと言ったら、ツイッターでキレてるウィザーズファンにキレられちまうわ。炎上しちゃうわ。うわうわ、やめとこう。で、パワーフォワードで言うと、ドレイモンド・グリーンが4年100ミリオンで、ウォーリアーズに残留とのことですね。まあ、そんなプレイオプション発揮してあんま金額変わってなくね、大丈夫って感じやけど、まあ年数を稼げてのはいいんじゃないでしょうか。あとジェラミー・グラントは5年160ミリオンでブレイザーズ残留。うわ、大型契約やっちまったな、ブレイザーズ。ここ払ったんだ。まあまあまあ、これでリラード残して他にウィングを獲得できたらワンチャンあるけどね。サイモンズとスクート使ってブランド・イングラム取るとかがあれば、リラードもニッコリってするかもしんないけど、そうなるかは注目ですね。対してセンターはそんなに動きがなかったですね。まあヤコブ・ポートルがラプターズに残留決まった、4年80ミリオンってとこぐらいで、あとポルジンギスが2年60ミリオンの延長契約っていう、なんか噂だけ聞きましたね。確定かわかんないんですけど、それくらいしかないかな。あんまりなんか面白い部分はなかったですね。はい、皆さんここまでこんな感じの動きいかがだったでしょうか。すいません、私も寝起きっていうのと急ぎの情報をまとめてるんで、後でねウォジとかシャムとか、あやっぱ違ったとかもあるし、僕自身間違ってる可能性あるんで、そこの続報での訂正っていうのはコメント欄で優しくお願いしますね。でもって今日の夜にもう一本あげようと思いますんで、その動画でねもう表を作ってバーン、この動きバーンっていうのを分かりやすくやろうと思うんで、お楽しみにいただければと思います。もしかしたらライブもするかもしれません。お楽しみに。というわけで皆さん、また次の動画でお会いしましょう。さよなら。